じゃあもう次はね、当たり前のやついこう。スカーレット・ヨハンソンの映画も公開されるとことだし、広角機動隊ね。広角機動隊はね、なんだろうな、読んだやつがあまりに少ないのがもう僕の怒りポイントでですね、アニメはみんな見てんだよ。で、多分今度スカーレット・ヨハンソンの映画ももうみんな見るんだけども、原作ちゃんと読んでんのかというのでですね、広角機動隊の中の第3話のですね、ジャンクジャングルというやつからです。広角機動隊の中で、まあ、初めて光学迷彩、初めてでもないけど、まあ、ほとんど何だろう、漫画の中で戦略として扱われたのがこれが最初だったんだけども、これこいつがテロリストみたいなやつね。で、テロリストを追いかけるために、まあ、もうすぐ光学機動隊の主人公たちが来るんだけども、それとは関係ないんだよ。ただ単に知り合いで、あ、いたぞと、こいつに忠告しようと思って来ちゃうんだけど、こいつが会っていって、あ、俺追いかけられてるんだと分かってしまう。なので、この男はですね、この会っていった瞬間に警戒態勢に入る。で、警戒態勢に入って、もうね、これ漫画やわでね、漫画家の皆さんに説明するって面白いことやったんだけども、その瞬間こいつがやったのが、何かっていうと、空中にね、チカッと光るものが見える。これ何かっていうと、遠くから縁コマが透明になって、光学迷彩で透明になってる縁コマが降りてくる時に一瞬光を反射したやつなんだよ。で、夏目さんにそれどっかに書いてあるって聞かれたんだけど、書いてないと。四郎正宗を読む人間は全員それぐらいわかるっていうふうに言ったんだけどチカッと光って、この瞬間俺を売りやがったなと言って、腰のところに手を開けて、ここでチキッという作動音がすると。これがこいつがこれから透明になるためのデバイスのスイッチだと。で、おい大変だって言ってる最中にもうこいつは撃とうとして銃を撃ちながら、このブーンっていうのかな、これはおそらくこの腰のところにつけている透明化装置のデバイスが扇状にこいつの体をビューンと覆い隠しつつある。いや、わけないぐるっと覆い隠しつつあるんだけれども、で、バンと撃っちゃったんで、ここら辺に当たって、で、ドンとぶつかったんだけども、この瞬間膨らむと。で、構図が変だと。この自動車に弾が当たったんだったら自動車を中心に描くんだけども、なんで自動車をこの右側に寄せて左半分開けてるのかというと、ここの部分に縁コマがいると。透明な縁コマがいて、縁コマを避けるように煙が広がってるっていうのを描きたかった。なので、中で振り回されて、縁コマの中で振り回されてやつとかも描いてしまうと。だよね。なんかね、ここら辺あたりが読み取れるかどうかが、四郎正宗が面白がれるかどうかにかかってくるんだ。で、藤駒が、まあ、これで透明が解除されてしまったので、この透明煙の中からどんどん出てきて、電信柱にぶつかって、もう車に乗ってる人は何が何だか分かんないっていうの。で、ここで一瞬ぐにゃっと歪んでみるのは、もうすでに透明になってしまった男が逃げる横顔だけが見えてるということで、何があったのかっていうと、97式光学迷彩、17式光学迷彩ということで、逃げる男の後ろ姿だけが見えるというので、ここから先はもう光学迷彩をやったものの追いかけ合いだから、ほとんど漫画としては何も映ってない状態なんだけども、走って逃げる、向こうから手前、手前から向こうへと走って逃げると。で、空中でマズルフラッシュっていうね、銃の先から撃つ弾の光だけが見えて、それが消火栓に当たると水がバーッと出てきて、ここでジジジジジッという音がして、あっ、あっていう音がしてることが、こいつは予想もしてないということなんだよね。で、クソって言ってることで、ここで光学迷彩というのは水に弱い、いや、水にかかると光学迷彩の効力が切れてしまうというのが分かる。で、四郎正宗の漫画の作り方っていうのは、こういうことをセリフで説明しない。その夏目さんが聞く、石川純さんも聞くんだけども、それどこに書いてあるのっていうのを書かずに見せたいんだよね。書かずに見せたくてっていうふうにやってるから、だからどん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 分かる人には、こいつすごいな、このセンスすごいな、このアイデア見せ方何もかもすごいなって思われるんだけども、ここら辺分かんない人はなんとなくアクションものの漫画みたいな感じで読み飛ばしてしまうんだよね。だから御厨里美とか園田健一っていうのは、そこら辺はちゃんと分かるように書くんだけどもさ、
あの四郎正宗っていうのはものすごい高度なことを分かりやすくではなくて、分かる人には分かるように書いてしまうので、なんかね、なかなか売れてるは売れてるんだけれども、やっぱアニメほど有名になれないっていう珍しい人だよね。あの僕は本当に高画機動隊のアニメはすごい好きなんだけども、やっぱ四郎正宗の漫画に比べれば見せ方もアイデアもキャラクターの魅力も何段階もやっぱ四郎正宗の方が上だなというふうに思ってるんだよね。っていうのは四郎正宗の漫画の中にはこんな話を書いときながら笑いがある、ギャグがある、人の心優しさみたいなものがあるんだけども、押井守のアニメの中にはそれが何一つ入ってないけどさ神山さんのやつも笑いはやっぱ入ってないんだ、入れれないんだよな。だそこら辺でそのすごいんだけども、やっぱそれを誰でも分かるようにしたアニメの方が評価が高いっていうのがね、こう SF 漫画を好きなものとしてはちょっと悔しいところではあります。